皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、マスターデュエルラジオのお時間でございまして、本日のトークテーマはこちら。遊戯王マスターデュエルのプレイヤー人口がついに増加、こちらについてです。僕がですね、皆さんにひた隠しにしていた衝撃の真実がありまして、実はですね、遊戯王マスターデュエルのプレイヤー人口、サービス開始以降ずっと減少しかしていませんでした。まあ、これはですね、非常にネガティブな話題なので、あえて話すことはしなかったんですけども、実はですね、ついにマスターデュエルのプレイヤー人口が増加するというね、グッドニュースがありましたので、今初めて今動画にしてます、この話題について。実はですね、2022年1月にサービスを開始して以降、プレイヤー人口はですね、どんどん減少していました、このゲームは。これスチームチャートって言って、遊戯王マスターデュエルをスチームでやっているプレイヤーがどのくらいいるかっていうのの推移を表したグラフになってるんですよね、これ。はい。これいろんなゲームあるんですけども、マスターデュエルさんよく見てみると、これちなみにスチームのデータなんで、まあ、スマホのデータとか、あと PS4 とかそういうのでやってる方のデータとかは入ってないんですけど、まあ、大体人口の増減の波っていうのは、まあ、どの媒体使ってても同じなので、基本的にはね。なので、まあ、人口の増減を見るためには、この、チャート見てればいいと思ってるんですけども、マスターデュエルさん、2022年の1月にリリースされまして、16万ものアクセスがありました。すごいです、これ。これ、派遣取れます。こんだけプレイヤーがいれば。全盛期の、なんか、エイペックスレジェンズとか、そういうレベルの、なんか、数字になってるんですよね。ガチでやばい数字になっていまして、で、ここからですね、まあ、一生減り続けます。これ、グラフの見方なんですけども、この赤い字で書いてあるのはマイナスなんですよ。もう一生赤いでしょ。一生減少してるんです。16万から8万、4万、3万、2万、1万台になって、で、現状、2万円ちょっと切るぐらいの感じになってるんですけども、ついにですね、このね、2022年の12月になって、プラス 20.72% を記録しました。プラス 20% 人口が増加するってかなりでかいんですよ。これね、これがね、なんでなのかっていうね、なんで人口が増加したのかっていう、ここへ来て。まあ、これをちょっと考察していくとともに、なんでこんだけ人口が減少しているのかっていうことについても、まあ、触れていこうかなと思ってます。で、まずですね、プレイヤーの減少の理由は何なのかっていうのをちょっと軽くね、考察していこうかなと思うんですけども、まずですね、マスターデュエル開始、この当初、ここの数字。これね、これ化け物すぎました、この数字が正直。マスターデュエル開始当初って、既存プレイヤーだけじゃなくて、OCG のね、既存プレイヤーだけじゃなくて、初心者の方とか、復帰勢の方も楽しんでやっていたと思うんですよ。なんで、最初の数字が化け物すぎただけで、多分ね、ある程度、なんだろうな、あるべき姿に戻ってるっていう見方ができると思うんですよね。減少してるというか、ここが化け物すぎただけで、なんかそのあるべき姿にだんだん戻っているという見方を僕はしていて、やっぱね、遊戯王ってね、カードゲームの中でもね、群を抜いてむずいんですよ。だからね、環境についていこうとするとね、ある程度の情熱、遊戯王に対する情熱と勉強が必要になってくるんで、やっぱ初心者の方とか、復帰勢の方って、なかなかそこについていくの難しいと思ってるんですね。なんで、基本的な遊び方がやっぱり、そのガチ勢向けのランクマとか、大会とかでしかないから、マスターデュエルっていうのは基本的には。だから、やっぱ、ついていくのが、エンジョイ勢とか、カジュアル勢は大変だったのかなと。いうふうに思っていて、最初物珍しくて始めたみんながこうどんどんやめていって、まあ、今があるべき姿なのかなみたいな感じですね、僕の見方としては。そんなマスターデュエルさんがここへ来て人口が増加したというね、まあ、グッドニュースがあって、これがなんでなのかっていうね、まあ、非常に珍しいことですし、素晴らしいことだと思うんですよ。どんなにすごいゲームでもやっぱり時とともに人間の飽きっていうのは来ますんで、人口減少はある程度仕方ないことだと思っていて、まあ、その中で人口増加ってすごいから、まあ、これはね、考察をしていきたい。理由は何なのかっていう、この増加の。まあ、主にはね、3つくらいあるかなと思っていて、まず1つ目、診断の魅力があったのかなと。診断の発売、一応ね、ルーンとラビリンスのパックなんですよね。これ診断テーマ。ルーンはやっぱり OCG でも強いテーマですし、デッキ破壊っていうね、特殊な勝ち筋があるんですよ、かなり。だから、まあ、エクゾディア的な感覚で、特殊勝利的な勝ち方ができるんで、使ってみたいっていう方がもしかしたら増えたのかもなっていうのと、あとラビリンスも OCG で結果残してるっていうのと、可愛い女の子テーマなんですよね。でしかもそんなに難しくない、ラビリンス自体は。遊戯王プレイヤーっていうのは、オタクが多いので、僕も含めて可愛い女の子テーマは大体売れるじゃないですか。戦闘機とかイビルツインとかね。だから、まあ
OCG でも何回も商品化されてる、そういうテーマを、可愛い女の子テーマをぶち込んで、さらに特殊勝利的な、なんか面白そうなルーンっていうテーマも、収録されていたんで、診断のまずそもそも威力があったというところが大きいかなと。しかもルーンはね、環境にも影響を大いに及ぶす、非常に強いテーマでございましたのでね。はい。それからね、二つ目の理由。二次三次遊戯王祭2022の開催。これ二次三次さんっていう大手 VTuber の皆さんが、マスターデュエルを使って大会を開催していただいていたんですけども、11月のね、これは19日と20日、11月の末に行われていた大会で、まあ、配信アーカイブを見ると、今、だいたい累計で150万回ぐらい、再生されているんですけれども、まあ、この動画、見ていただいたユーザーの中にはね、やっぱり、遊戯をやったことないっていう人もいらっしゃったでしょうし、まあ、マスターデールやめちゃったっていう人もいらっしゃったと思うんですよね。で、まあ、それに加えて、マスターデールプレイしたことがないっていう人もいらっしゃったかもしれないんですけども、まあ、そういう人がマスターデールをプレイするきっかけになったのかもしれないなと。やっぱね、その影響力のある VTuber の方にやっていただくっていうのは、とてもやっぱゲームとしては、まあ、なんですか、盛り上がるためには重要なことなんで。だから、まあ、要するに、ガチ勢だけじゃなくて、カジュアル勢とか、エンジョイ勢にも届いたのかなと思うんですよ。結局ね、遊戯王ってね、カジュアル勢、エンジョイ勢めっちゃ多いんですよね。まあ、ガチ勢はね、ピラミッドの頂点にいるんですけども、人口の構造的には。やっぱね、遊戯王ってずっと昔からアニメやってて、で、やったことあるっていう人がね、相当の人数いるんですよ。だけど、まあ、途中でやっぱやめちゃうし、みんな。何らかの理由があって、忙しくなったとか、まあ、別のゲームにハマったとか、いろいろあって、やめちゃう人って結構いると思うんですけど、やったことあるとか、まあ、楽しめるぐらい知識はちょっとだけあるみたいな人ってめちゃくちゃ多いと思うんですよ。だから、人口を増やすためには、そういう人をこう遊戯王にもう一回呼び戻すしかないと僕は思っていて、で、まあ、それのもしかしたらその二次三次遊戯王祭が手助けになったのかもしれないっていうのがちょっと思いましたね。うん。それからあとデュエルスカップの開催、一応ねデュエルスカップ自体ね1回目がね開催されたのが8月かなんかだったんですけど、8月別に増えてないんで、まあデュエルスカップが集客力のアップにつながった可能性があるかと言われると微妙かなとは思ってるんですけども、だってもしねデュエルスカップにめちゃくちゃ魅力があるんだったらこの8月の時点で増えてるはずなんで、DC あるからね1回目ね、なんなら1回目が一番盛り上がるはずだから、だからまあ要因かと言われると怪しいかもしれないけど、まあ一応まあそれもまあなくはないかなっていうぐらいの感じですね。でまとめ的にはですね、結局何が原因なのかっていうと、まあ診断に影響力があったのかなっていうのと、まあ大手ゲーム配信者の方との連携企画が功を奏したのかなというふうに思っています。個人的には今ね、今後もですね、まあ、ユーザーに、まあ、人気でかつ魅力的なテーマとかカードを実装していって、さらに、まあ、大手のね影響力のあるインフルエンサーの方と、まあ、連携していくことによって、まあ、プレイヤーは増加する可能性があるんじゃないかなと思ったんですよ。で問題なのは、まあ、遊戯王っていうゲームがもうさっきも言ったように非常に難しいということ、そして最新の情報についていくのが大変だから、ほっとくと大手の配信者も、まあ、最初はやるかもしれないけどどうやめちゃうっていうことなんですよ。だから例えば二次三次の方が、まあ、この大会を通じてちょっとハマってくれたのかもしれないけど、ほっといたら多分やめちゃいます。めちゃくちゃ難しいですしね、遊戯王って。だからコナミさんのね継続的なそのなんか大手配信者との連携っていうのはね期待したいですね。今、遊戯王の公式チャンネルの方ではね、いろんな動画作ってますけども、まあ、動画だけじゃなくてね、まあ、二次三次遊戯王祭みたいな感じで、大手の配信者の方との連携を、こう、うまくやって、まあ、うまいことそのカジュアル勢、エンジョイ勢も、まあ、定期的に取り込んでいくみたいな動きをしてもらえると、まあ、このゲームを実況している僕からするとありがたいなというふうに思ってますね。ちなみに、僕がですね、YouTube の事務所に所属していた時はですね、毎月配信を何回するとなんかいくらみたいな契約とかで案件を受けていたこともあったんですよ。だから逆に言うとコナミさんがその例えば二次三次の方に、まあ、いくらか払ってね、まあちょっとお金の話になりますけど、いくらか払って継続的に毎月何回配信しろみたいな感じで案件出してあげて、そしたらなんか継続的に配信があるからね、このゲームをずっと取り上げてくれるきっかけになって、もしかしたらその二次三次ファンの人が遊戯王をマサデル始めてみたいな感じになっていくかもしれないなと思うんで、まあ、そういうね、ところで、こう、ユーザーを盛り上げていっていただけるといいのかな、というふうに個人的には思いました。でですね、
ユーザー数が減少の一途をたどっている、まあ、原因、まあ、ここの部分ですよね。この部分はさっきも言った通り、まあ、あるべき姿に持っているっていうのもあるとは思うんですけど、やっぱりですね、このゲームただでさえね、マスターデルって基本的にランクマしか遊び場がないんですよ。本当に強いデッキをランクマで回す以外にあんまり遊び場が存在しなくて、まあ、非公式大会とかもたくさん行われているんで、非公式大会とかランクマとかをゴリゴリにやってる、いわゆるガチ勢の、これはですね、遊戯王に本気で取り組んでるから楽しめてると思うし、なかなかこのマスターデルやめないと思うんですよね。はい、遊戯王が楽しくてやってるんだから。ただね、人数的にですよ、人数的に見るとガチ勢の方ってピラミッドで言うとやっぱりどうしても頂点の方にいるから、そんなには多くないんですよね。ゲームの結局構造ってそうなってますからね。だいたいどんなゲームでも、コナミ的にはガチ勢向けに作ったマスターディールだからそれでいいのかもしれないんですけども、ガチ勢向け以外のね部分に力を入れてないっていうことなのかもしれないんですけども、まあ、そこにリソースを、まあ、割いてないっていうかね、いうことなのかもしれないんですけども、ただね、個人的にはね、そのね、圧倒的なその数がいるカジュアル層とかエンジョイ層をうまく取り込み続けた方が売り上げも上がるんじゃないかなと思うんですよね。人が増えると思うんですよ。人が増えるって結局大会が盛んになったりしてガチ勢の方にもメリットがあると思うし、結局その人口が減り続けてるゲームってやっぱりどうしても盛り上がっていくわけじゃないですか。だからある程度人口を維持するまたは呼び戻すっていう、まあ、施策を取るためにはそういうカジュアル層エンジョイ層もうまく取り込み続けた方が売り上げも上がるんじゃないかなと僕は思ってるんですよね。今カジュアル勢とかエンジョイ勢向けにはマスターデュエルどんな機能があるかっていうと、まあ、一応フリー対戦機能とか、まあ、ルーム対戦機能っていうのがあるんですけど、まあ、この2つの欠点としてはですね、対戦相手とコミュニケーションが取りづらくて自分たちでレギュレーションも決めづらいんで、まあ、そもそもフリー対戦機能も結構死亡しますしね、誰もやってないですし、だからそのなんかそのカジュアルデッキとか回す場所あんまないと思うんですよね。今どうなんでしょうか、皆さん楽しんでいらっしゃいますでしょうか。マスターディールはコミュニケーションが取れるコミュニティがあるっていうのがとても大事で、まあ、例えば影響力のあるね大手配信者にその定期的に視聴者対戦会みたいなのやってもらうとか、リミットをある程度設定してなんかその大会を開いてもらうとかね、なんかそういうのって結構大事だと思いますし、まあ、僕もちなみに小さいながら、すげえ小さいながら、メンバーシップやっていて毎週エンジョイ大会とか開いてるんですけども、まあ、そういうなんかそのコミュニティというか、なんだろう、ランクマとか大会とかとはまた違った角度から楽しめる、何か試みというかって結構大事なんじゃないかなと思ってるんですよね。はい、こういう遊び方がそのなくて、基本的な遊び方がやっぱガチ向けにしかなってないと、やっぱりどうしてもガチ勢向けのゲームになってくるから、まあ、エンジョイ勢とかカジュアル勢はどんどんやめていくからこうなるんですよね。人数的にはこういう数値のグラフになるわけですよ。機能としてね、なんか実装してほしいなとか思ってるのは、MTG アリーナとかでいうところ のシード戦みたいな、なんかお互いにパック向いて、まあ、そのなんか向いたパックで対戦してみる、で一応パックの中身ももらえるし、勝っても負けても美味しいみたいな、あれあるとさ、多分まあなんだろうな、まあ上級者の方でも、まあこれから始めたその初心者の方でも、ぶっちゃけそこまでなんていうのかな、まあ、差が出ないというか、なんかね、平等に遊べるんじゃないかなと思うんですよね。まあカジュアル勢でもガチ勢でも、まあカードプールに差がないわけですよ、ほとんど。でまあプリングの差とか、まあ、カード知識に差はあるだろうけど、ある程度その辺なんかうまいことをこうバランス取って、非ガチ勢でもガチ勢でもこうちょうどよく遊べる面白い機能になるんじゃないかなと思うんですよね。なんかああいうのあると、そのまあまたちょっとランクマとかとは違った戦い方ができて、まあエンジョイ勢の方もとりあえず、まあどうせ資産手に入るし負けてもいいやみたいな感じで挑めると思うんですよね。まあもちろん勝ったら嬉しいし、まあ負けても別にカードもらえるからみたいな、だからそういうの聞くんじゃないかなと思うんだよね。あとはさっき言ったように、その大手配信者の方の、力を借りて、まあ継続的にちょっと宣伝してもらうっていうことですよね。コナミさんから働きかけてもらって、皆さんはどう思いますでしょうか。まあいずれにしてもね、プレイヤー人口が増加したっていうのがとてもいいことなんですよ、これ。はい、プラス 20% って結構すごいですからね。なので、まあぜひね、今後もマスターデュエル運営を全力で僕は応援しながら、マスターデュエルを楽しんでいきたいなというふうに思っております。ぜひね、皆さんもどう思ったかコメントください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。